なチャンスを使いました。タイガージェットシンが入場してまいります。いわばストレスの裏街道を歩んできただけに、今夜こそタイガージェットシンの存在を世界のマット界に植え付ける最大のチャンスを迎えました。どういう策を考えておりますか。実力で勝負か、それとも喧嘩殺法か、いずれにしましても勝ちを十分に意識しているでありましょう。タイガージェットシン、超一流のミスタープロレス、ハーリーレースを破ればこのタイガージェットシンの実力は高く高く評価されます。タイガージェットシン、全日本プロレス登場最大のビッグゲーム、ビッグチャンスを迎えました。タイガージェットシンの入場であります。動きを冷ややかに見つめておりますハーリーレース、その後ろには上田馬之助が陣取っていますが、早くも全日本プロレスの若手にちょっとちょっかいを出しました。冷ややかな目、貫禄を見せつけます。余裕十分、ハーリーレース。さあ、血塗られました上田馬之助がセコンドにもちろん入ります。しかし今夜はタイガージェットシンのシングルマッチ、どういう試合になるでありましょうか。30分の一本勝負、夢のスペシャルマッチ。おっと、上田馬之助の手にサーベル、その間に後ろからハーリーレースの背中から思い切って攻撃を仕掛けました。タイガージェットシンです。今本気が鳴りました。さあ、竹内さん、はい、もうまさにファン必見のトーカード、もちろん初めての顔合わせですね。これ日本でもアメリカでも一度も実現したことない好カードですね。そうですね、果たしてどういう勝負に出ますか。ファイトになりますか。ちょっとノルマスをぐるぐる巻きにされております。あれはターバンで首を絞めてるんですね。そうですね、ちょっと序盤戦から苦しくなりました。元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハーリーレイ、ロープ最初で両者がもつれました。そして大きな存在になります上田馬之助の存在であります。場外で、右手にはサーベルを持ちましてハリーレースの動きを見つめておりますが、まだターバンが取れません。今両者が離れました。そしてガウンを取りますタイガージェットシンです。そして何やら自分のコーナーで何か探しておりますが、ハリーレースのところへまたやってきて思い切って鉄拳を振るいました。タイガージェットシンです。ハリーレースも外に出ました。今度はビール瓶を持って正面から喉元をついた。タイガージェットシン、悪の戦法。ちょっと元世界チャンピオンハリーレース、ここまでは悪のペース。タイガージェットシン、もう放送席の今度は机を持ちました。ものすごい勢いでこの机を立てかけようとしております。その後ろにはハリーレースがいますが、至近距離にハリーレースがいますが、さあ机に思い切って助走をつけて 1,2,3、 あっと反対にハリーレース、さすがに元世界チャンピオン、非常にいいタイミングで反対にタイガージェットシンの前頭部を捉えました。さすがに世界チャンピオンですね。レースは冷静ですよ。そして今度はもう一つの机、一度目の放送席に思い切って大きな体重、2人の体重が吹っ飛んでまいりました。大型レスラーとは今度は上田馬之助に体当たり、非常に場外に出ましても冷静沈着の動きであります。ハリーレースです。そしてタイガージェットシンをあくまでもリングの中に乗せて、リングの中四角いジャンルで勝負を挑もうとしております。正々堂々、さすがに世界チャンピオン、左のパンチが火を吹いた。そして助走をつけて今度はいいドロップをカウント。あくまでもこのスタイルのレスリングで勝負を挑んでおります。さすが元世界チャンピオンハリーレースだ。ここでどうやらハリーレースのペースに戻りましたね。リングの中に入ればレースのペースですよね。場外ではしかしタイガージェットシンのペースでしたね。そうですね、やはり勝敗の分かれ目はどちらがペースをつかむかですね。そうですね。さあ今度はプレフラスター、仕掛けたところタイガージェットシンが覆いかぶさった。上田馬之助の試合攻撃、メッタ打ち、ハリーレースの全バスターは成功に奪った。ハリーレースの全バスターは成功、タイガージェットシンがここは一気に射程に、あとのタップを、あと上田馬之助の試合攻撃、狙いが来ません。どんどん攻撃に行きませんでした。市街対抗対抗戦、スタートランの2位の選手は1位になります。上田馬之助にヘニングがエルボードロップを落とした。ハリーレースの光の鉄拳、市内でタイガージェットシンを突き飛ばしました。その間にかゴングが要請されておりますが、まだ公式の判定は出ておりません。夢のスペシャルマッチ、ハーリーレースを起こった。これはもう目には目をというところですね。これはレースとしては我慢できないでしょうね。本当ですね。さあ公式の判定を待ちたいと思いますが、夢のスペシャルマッチ、ハリーレースのこんな起こった姿は本当に久々で見ました。あの世界チャンピオン時代にはこういうバッファイトはほとんど見せませんでしたけどね。あまり見られなかったですね。上田さん、判定が出ました。真の反則ですね。上田が入ったということで真の反則、レースの勝ち。わかりました。松永アナウンサーから緊急レポート入りました。結果です、上田馬之助が入ったということでタイガージェットシン反則を
勝負はついておりませんでしたけれども、先ほど竹内さん、ブレンバスターがあるいは確実に決まっていればピンポンネットの感じになりますね。やっぱりリングの中ではレースのペースでしたね。そうですね、リングの中ではアリーレースのペース、場外ではタイガージェットシンのペースなんですけど、しかし勝負の方はもう壊されてしまいまして、ハリーレースの反則勝ちであります。これが元 NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、ハリーレース。過去6度王座に返り咲いた、王座に就いた栄光の男、ハリーレース。